どうも古谷さん、昨日のトレードはねよくある出来事だったんですけども、それでもねやっぱりこう行動が遅れちゃったりとか、たまたまその時にチャートを見てなかったりとか、あとねひげ先に意識が向いてなかったとかっていう、まあ言ってみればこれね経験不足から来るミスなんですよ。このミスがある限り本当は利益が取れるはずなのに損になっちゃうってことがあるでしょ、うん、だからね私の相場解説ってまあ自分で言うのもあれですけども、すごく大事なポイントを抑えて2分とか3分にまとめてますんで、1日まとめてね全部見ても10分ぐらいじゃないですか、うん、だからロスったにしても動画を見ることによってここだったんだって気づくことがあると思うんですよ。で例えば昨日は本当にヒゲ先が全てだったですよね。まず第1段階ではレンジオプションを引いたとこまで良かった。レンジオプションといえどもいつかはレンジダウンオプションが終わってブレイクの方に向かうんですよ。それが昨日は一旦バイでレンジダウンオプションを引いたら反対方向に行って含み損が出ちゃったわけですよね。じゃあどこまで含み損を耐えるのか、どこまでが騙しなのかっていう指標としてずっとお話していたヒゲ先ってものがちょっと前にあった赤い線のねヒゲ先があったわけですよ。その前には青い線のヒゲ先がありました。長い方を今回は基準にしました。まあ短い方でもねいいんですけども、長い方を私は大体採用するんですよ。もっと言うと直近のヒゲ先を採用します。その2つが重なったんで、あのヒゲ先を超えた時にセルで入ったってことなんですよね。それがだから大きな含み益になって、その後きっちりとね利確をした後で夜の材料が来たわけですよ。夜の材料でもまあポジション持っていても借られたことはなかったと思いますけども、あれで大体借られるんですよ。まあですんでね、閉店時間もすごく大事になってきますんで、私の場合は深入りしても20時ぐらいまでかなと思いますよね。まあいろいろと気づくところが多かったんじゃないかなと思います。いろいろとねこれから意識することも書いてますんで、まあ、こういうふうな形で進めていけば負けがどんどんね勝ちに転じていきます。負けが減るんじゃないんですよ。今まで負けていたポイントが30とか50だとしたら、それが一気に30とか50のプラスにクッと変わりますからね。でこれがだからもう見違えたように起きるということになります。まあ言ってみれば FX の力の技術のブレイクポイントっていうのはそういう感じで、ずっとマイナスだったのに急にプラスになり始めたみたいな感じになると思います。はい、まあね元気出していきましょうということでございます。しっかりと反省できたんで力ついてると思います。それでは。